はい、皆さんこんばんは。スマートシティインスティテュートの南雲でございます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。早いもんでですね、ウィーク、ゴールデンウィークも今日で最終日ということですけども、我々も、ステイホーム週間特別企画という形で3日間連続で、このシリーズやってきておりますけども、今日は一応最終日という形になります。で、まあ、世の中的にもですね、随分とこう、なんていうんでしょうね、エグジットについての議論というかが随分と増えてきてまして、いわゆるニューノーマルといいますかね、新しい生活様式、スマートライフとかって言われてますけども、スマートシティ以前にスマートライフかなと思ったりしますけども、随分と議論が移ってきてるのかなというふうに思います。それで、今日は人間中心主義のスマートシティを考えるの、まあ、2回目といいますか、まあ、最終回なんですけどもについてですね、皆さんとまた議論をしていきたいなというふうに思います。毎度のことですけども、まあ、情報番組をね、聞いていらっしゃるような形で、お気軽にお付き合いをいただければな、というふうに思います。で、今日の、アジェンダですけれども、前半、配録少なってるのが昨日のやった部分ですね。後でちょっとおさらいでスライドをお見せしますけれども、で、今日は、その下半分黒いところということで、オーストラリア、特にメルボルンですけれども、の話、それから、カリフォルニア州のサンタモニカ、それからスペインのバルセロナと。で、最後にまとめると、こんな順番でいきたいと思います。昨日は比較的総論というかですね、大きな社会哲学の枠組みの話が中心でしたけども、今日は個別の、事例というか、についてのお話という形になります。はい。で、ちょっとおさらいですね。これは初日の最後に出した、ポンチェですけども、テクノロジーの議論とか方法論の議論というのは随分できるようになってきたんだけれども、最終的にスマートシティを導入したら市民は幸せになるんだろうかという問いですね。ですから、まあ、幸せっていうことを担保するような形のスマートシティを作っていかないと、テクノロジーは入ったけれども、それが実感に結びつかないねという話をしました。で、とりわけ日本の社会の場合ですね、こう幸せっていう言葉を使うのは苦手なんですね。あなた幸せですかって言われると、いや忙しくてと、なんかそのトンチンカンな答えが返ってきがちなのが実は日本の特徴だったりするんですけども、私どももワークショップとかやるとですね、幸せですかなんて問いを真正面からすると下向いちゃうおじさんが多かったりするんで、まあ、比較的ハンブルなね、日本人には幸せになるためにどうのこうのっていう議論はしにくいのかもしれませんけども、まあ一つこれも大切なポイントなので、スマートシティを入れる目的、もしくはゴールとしてのウェルビーイングというのをどう考えるかというのは非常に大きな点かなと思います。それからデジタルインクルージョン、それから信頼性という話をしましたですね。
で、昨日はですね、打って変わって世界に目を向けまして、大きなモデルを4つご紹介しました。アングロサクソンモデル、いわゆる、新自由主義的なモデルですね、それからノルディックモデル、これは福祉社会制度の充実したモデル、それからコーポラティスト、政府、産業、企業、労働者の、有機的なパートナーシップモデルと、で、最後がチャイナモデルということで、権威主義的な共産党と支配主義的なモデルということで、ちょっと型にはめすぎてるっていうのもあるかもしれませんけども、こういうふうに整理した上で、日本はどれがいいのかなという話を皆さんでしました。で、その時にご参考という形でデータを見せまして、これ、グリーンのところが一番ランキングが高くてですね、黄色が真ん中、赤はランキング低い方ということなんですけど、ノルディックが非常にバランスが良くて、続いてスイス、オランダとか、ニュージーランド、オーストラリア、イギリスなんていうのは点が高いんですよと。いう話をしましたですね。日本はどちらかというと、真ん中っていうんですかね、あんまり目立たないところにいますという話をしたり、それから、シンガポールも比較的点が高いんですけども、なんて言うんでしょう、民主主義に関わるようなところがあんまり点が高くないので、権威主義と、それから、アングロサクソンの中間ぐらいだみたいな話をしましたですね。で、その上で、それを少しなんていうんでしょう、モデル、ビジネスモデルみたいな形で、市場の優位性を生かしたモデルの、アプローチと、それからその反対方で政府的なアプローチと、で、真ん中にそのコミュニティ的なアプローチっていう、コモン主導っていう言葉を使いましたけれども、整理してですね、競争優位なのか、信頼とか共同優位なのか、それとも公平性とかを有するのかとか、そんな話をしました。で、それをスマートシティのいわゆるソリューションで分けてみたときには、若干バクとした表現になりますけども、やっぱり合う、合わないというか、フィット感のあるものと合わないものが実はあったりしてですね、ざっくりながら分けれるねと。で、それをデータモデルに当てはめていくと、どういうデータの管理の仕方がいいのか、GAFA モデルがいいのか、それともオープン型とか国家独占がいいのか、地域の協同組合みたいな、ヨーロッパが多いんですけどね、プラットフォーム、コープラティズムっていうモデルがいいのか、で、それが難しい場合はそれをプロに委託するっていう信託モデルがいいのか、で、さらにそれをセカンダリーマーケットでトレーディングするみたいな、そんなような、ことが考えられるねということで、モデルの提示をやりました。その後に、今日もいろんな国ありますけども、1カ国だけ昨日はご紹介しまして、フィンランドのオーロラ AI というですね、デジタルツインを使って人生に起こるイベントでどういうことが起こるかっていうのを予見しながら、サービスの最適化を図っていくっていうようなモデルを紹介しました。それでですね、今日はこの後もう国別でメルボルンとこ始まっていくんですけども、一旦ですね、アンケートを取ってみたいというふうに思います。4つのモデル、その他というのを含めてですかね、ありましたけども、皆さんにとってどれが日本にふさわしいと思うかというのをですね、実は投票用紙を作ってまいりましたので、それを見ながら投票をぜひしていただければなと思います。土屋さん、じゃあちょっと出していただいていいですか。はい、出てきました。日本はどのモデルを志向すべきだと思いますか。昨日は意外とチャイナモデルが多かったんでね、ノルディックもいいんだけどっていうことで、今日同じ方が参加している率も高いんだと思いますけども、皆さん、これで投票をしていただけますでしょうか。30秒ぐらいでちょっとパッとやっていただければと思いますけど、はい、よろしくお願いします。はい、私も投票しました。そろそろいいですかね。土屋さん的なところで結果を出じしていただけゃあ、ればと思います。はい。あと3秒で終了いたします。はい、終了です。やっぱノルディック多いですね。チャイナは昨日多かったんだけど、若干減っていて、ノルディック、コーポラティストが2番、3番がチャイナ、アングロサクソン、その他って多分オリジナルって意味じゃないかと思いますけど、そうですか、なるほど。なるほど、なるほど。こういう結果になりましたですね。これからこういうことをですね、また情報を皆さんと一緒に吟味しながらやれればなというふうに思います。はい、じゃあこれはどうもありがとうございました。はい、じゃあ次ですね、今日の本題のところに移っていきたいと思いますけども、メルボルンのですね、
ロイヤルメルボルン工科大学というところが中心になって、オーストラリアの主要都市で導入しているアプローチをご紹介します。今日このアプローチをご紹介しますけども、実際はこのベータ版を今、日本のベータ版を我々作ってまして、今日自治体の方でもしご関心がある方がいらっしゃれば、後で手を挙げていただきましたら、一緒にですね、その、市のベータ版を作るみたいなことをやってみたいなと思ってますけども、これはですね、WHO が出している健康の社会的決定要因っていう考え方を使っています。ソーシャルデターミナンツオブヘルスっていうんですけども、まあ、街の中にどんなものをどういうふうに配置するかによって、心身の健康の状況が変わってしまう、決定されるっていう考え方なんですね。例えばその緑地が多いとか少ないとかですね、有機農法で作られた、食料品にアクセスができるとかですね、住んでるところのそばに保育所があるとかないとかですね、学校があるとかないとか、病院の病床数が高いとか、まあ、コロナなんて今まさにそういう問題になってますけども、歩ける場所が多いとかない、少ないとか、そういうのは非常に重要だっていうことを、ファウンデーション、土台にした、都市の在り方を考える方法論なんですね。リバビリティっていう言い方をしますけども、それがこれなんです。真ん中に人がいて、ここから中から外に向かって、距離が離れていくんですね。でそこに反対じゃないと思うんですね。外から中じゃなくて、中が外に行くに従って、重要性が薄くなっていく。だから中から考えていきましょうという考え方なんですね。で、一番最初に人がいて、ライフスタイルがあって、コミュニティがあって、ローカルエコノミーがあって、もっとこう、買い物とかですね、まあ、いろんな、引っ越しとかですね、いろんなこう、アクティビティですね、生きていくためのアクティビティがあって、で、その他にこう、建物みたいな、ビルトエンバイロメントって言いますけど、道があるとかですね。で、最後に自然環境という、こういう順番でものを考えていきましょう。で、最後がグローバル社会、まあ、一番遠いところだということですね。反対にこう考えていきがちなんですけど、中から考えていくというモデルをとっています。で、考え方はですね、こんな感じなんですね。ウェルビーイングってい こう幸せっていう考え方、これ国連が出しているあれですけど、それからサステナビリティ、これも国連が出してますね。これのね、ちょうど交点に当たるようなところなんですね。ソーシャルデターミナンツオブヘルス。で、それをリバビリティインディケーターフレームワークっていう形で、ロイヤルメルボルン工科大学が一つの方法論として固めていて、で、姿勢もこれに沿って行われているというね、市の政策作りとかですね、それによって市民のウェルビーイングが高まったのかどうなのかっていうことも、データとして取りながらやってるわけですね。だからまあ、エビデンスベースドポリシーミーティングになってある言葉がありますけど、まさにこれを使ってやってる事例なんですね。まあ、レジリエンスも一部かぶってますけど、非常にこう、なんていうんだろう、日本だと SDGs の街づくりっていうのは、多分スマートシティという言葉が入ってくる前に、随分とですね、始まっているんじゃないかと思いますね。SDGs 未来都市なんていうのは60都市ありますけども、それからは入りやすいアプローチかなと思います。つまり、テクノロジーって一気にいかずに、住みやすさって何だろうかっていうところから入っていくっていうモデルになってます。で、日本語でですね、倒すとこんな感じなんですね。健康、それから幸福、メンタル、フィジカルヘルス&ウェルビーングってこう言いますけど、これがゴールだとすると、それを構成するのは、まず生活に必要なものですね、と。何っていうと、安全安心な生活環境とか、今、で、コロナの時代になって固定費が払いにくい、払えない、大変だって言ってますけど、家賃が安い、居住空間があるかどうかとか、教育がちゃんとあるかどうか、これオンラインを含めてってことになってきますけども、託児所があるかとかね、待機児童がないかとか、そういう話ですね。それから、ちゃんと働く場所があるか、これも今問題になってますよね。で、収入がちゃんとあるかどうか、で、病床数出てきますね。病院とか介護施設がちゃんとあるか、で、公共交通機関があるか、公共のスペースがちゃんとあるか、で、コミュニティ参加できてますか、ありますか、それからね、これは日本人はあんまり得意じゃないかもしれないですけど、文化、芸術文化活動に参加してますか、で、趣味でギターやってた方は諦めないでくださいって僕言うんですけど、まあ、これですね、それから、食べ物、ちゃんとした食べ物にアクセスがありますか、と。どうしてもね、こう家にこもってる生活だとラーメンみたいなのが多くなっちゃいますけど、そうインスタント食品とかじゃなくてですね、ちゃんとした食べ物、それからきれいな空気とかありますか、リサイクルやってますかって、ポイントは
今ありますかって言葉を中心に言いましたけど、あるかないかの他に徒歩圏かってのがついてくるんですよ。なのでアベイラビリティ、それがちゃんとその町にありますかっていうことと、それは歩いて行ける距離にありますか。で、一般的には800メートルですね、1キロ圏内にそういったものが揃っているか。で、この条件を満たすときにリバビリティが高い町だっていうふうに言われます。で、要するにこの、状況をですね KPI で測ったときに、強いところが伸ばせばいいんですけど、弱いところにじゃあテクノロジーを使うっていうことを考えてみたらどうですかみたいな順番で入ってくるアプローチなんですね。なので無人運転っていうところにいきなり行かないで、公共交通っていうところで何か問題がすると、じゃあそういう手はないかみたいな、そういう順番で入っていくっていうことです。で、それを、ちゃんと PDCA サイクルといいますかね、市の政策に入れているわけですね。自然環境を前提にしてポリシーエリアの中で、セーフティーに関わる犯罪とかですね、今申し上げたようなところにデータを取っていって、データリバビリティにできたデータを取って政策を取っていきます。そうすると中間アウトカムという形で、歩く時間が増えるとかね、自転車乗る時間が増えるとか、犯罪率が減るとかですね、教育のレベルが上がるとか、コミュニティ活動が盛んになるとか、で最終的なアウトカムとして、ポピュレーションヘルスとウェルビーイング、みんな健康でウェルビーイングが担保される形になりますよって、こうインプットアウトプットモデルを作ってやってるわけです。で、それをですね実際に、いろんなこうインディケーターをこう可視化するんですね。で、可視化してそれを、公開すると、オープンで、みんなでこれ見ながらですねやっていくと、大阪のですね吉村さんが、エグゼットの KPI 目標値っていうのをオープンにするってやって、オープンモデルやってますけど、それに近いですよね。何をみんなでコミットしてるのかっていうことを、オープンにしてやっていくっていう形なんです。これはウォーカビリティですね、歩けるかっていうところを色で分けていて、示してますね。2つの都市について、これがパースで、これがメルボルンですか。で、緑のところはウォーカブルなんだけど、やっぱ離れる。領域ごとにですね、こういったグラフを作って、どこが強い、どこが弱いと、例えばシドニーはこれが弱いねとかですね、いう話をしながら、姿勢にこれを反映していくというようなアプローチですね。なので、自分ごとになりやすいっていうことですごくいいかなというふうに私は思ってまして、でこことも、メルボルン工科大学ともパートナーシップを持ってやってるので、そういうところ、この先生ですね、この前1月に、日経ホールでシンポジウムの時に来ていただきましたけども、彼女の学科と一緒にやりながら、この実現、日本モデルを作ってる最中です。じゃあ、土屋さん、ここで映像を流していただけますか。はい。Australian Urban Observatory is your map to livable cities. It's a groundbreaking digital platform that transforms an easily understood domains of livability map across Australia's larger cities. The Australian Urban Observatory measures livability across cities, council areas, suburbs and neighbourhoods, helping decision makers to take action that improves the health and well-being of our communities.Let's say you're a policymaker who's trying to find ways to improve the livability of your city and encourage an active and healthy lifestyle for your residents. You can easily understand the walkability of an area, as well as access to schools, public transport, and public open spaces to help decide which areas and people need resources the most. You could even look at other neighbourhoods and suburbs across the country to find out what is working in comparable geographic or demographic areas.Or maybe you're a developer looking for the next place to invest. You can start by looking at indicators of housing, employment, access to shops and community services at a suburb level, and then narrow down to individual neighbourhoods. Here you can determine exactly which area is ready to welcome more people. You might be learning about livability at school.
The Australian Urban Observatory is a unique, interactive teaching resource that shows what livability looks like and how it can be measured and improved. Or maybe you're just interested in learning more about your city and neighbourhood. The Australian Urban Observatory can be used by everyone, providing access to a resource that's supported by years of evidence-based research at RMIT University. We've made understanding livability so much simpler. We've taken data out of the tables and put it on the map. We're supporting observation and understanding, leading to action that improves livability. With the Australian Urban Observatory, you can see a real-world view of how this information exists in our cities and where we can change urban design and planning to really influence the health and livability of Australian cities. The Australian Urban Observatory, it's your pathway to livable cities. はい、ありがとうございます。それで、これは、もう一回出さないとダメですね。はい、じゃあもう一回出します。はい、出てますかね。今みたいなアプローチが、まあ、オーストラリアで取られているですね。やってるからなんですけど、というアプローチですね。はい。2番目のモデルに行きたいと思います。これもですね、サンタモニカという、カリフォルニアの市ですけども、桜田淳子のなんとかというと、おじさんだなと思われちゃうかもしれないけど、サンタモニカですね。で、ここも非常にユニークなことをやってまして、ビーンシティ。という名のもとに、いわゆるデータで客観的な、どのくらいサブジェクティブですけど、主観的な幸せ度、つまり自分がアンケートでどのくらい幸せと思うかというのは感じ方ですね。これも拾い上げるようなですね、メジャーメントをやってまして、でそれで、性を、になっていくという過程でもそうなんです。三角っていうことにものすごく力を入れているしですね。そのデータをいくかという感覚でやっていくということで、まあ、当事者意識を高めるっていう意味でも非常にアプローチかなというふうに思います。で、5つの領域ですね。さっきの、ね確か8つあったんですけど、まあ、ほぼ違うだけで同じものなんですけども、まずコミュニティと、自分の場所がありますか、社会的な孤立がしなくている場所があってみたいなことを聞く、カテゴリー、それから、プレイス&プラネットっていうカテゴリーで、ここはその公共 の, いろんなですね、ちゃんと揃っていますかということとか、あとはその自然環境ですね、高知のところにある。それから学習スペースがちゃんとありますか、これも結構重要な、子どもにとっても、人間の教育が大切だということで、コロナの状況がとてもこう加速する動きがありますけども、それから大人もそうなんですね、リカレント教育の場がちゃんとあるかっていう。これがその学び続けられる街かどうか。で、学び続けられると、これ1個飛ぶんですけど、ここに来て、オポチュニティ、これで就職ですね。学んだことを仕事にできますか。で、その結果、ちゃんとした収入を得られますかっていう問いだったりしますね。で、もちろんですね、ここにはアフォーダブルハウジングっていう、ちゃんとそのお金で買える家がありますかみたいなのもつながってくるんですけども、
まあ、こういうもので、それで最後に、あなたは健康ですか、生活習慣病とかないですかっていうことを、まあ、測っていくというモデルになってるんですね。だから、こういったカテゴリーごとにまず目標がブレイクダウンされていて、ほぼその次だという順番だということですね。で、その結果をこういう形で、ウェルビーイングインデックスっていう形で、開示してまして、これはインターネットで見れるものなんですけども、で、みんなですね、これを見ながら、どうしよう、こうしようという話をですね、まあ、しながら、どんどんその市民参画型でウェルビーイングを高めていくというようなことを言っています。はい。で、こちらの映像よろしくお願いします。Santa Monica set out to do something that had never been done before. Become the first city in the world to measure well-being and use that information to improve people's lives. Santa Monica has a history of innovation, affordable housing, public transportation, sustainability. And we see well-being as the next chapter in that history of progressive government. Well-being is having friends, having a good job, living in a safe neighborhood. Well-being is what we want for ourselves, our children, our community. Well-being is very different from happiness. Happiness is an important part of well-being. Whether people have a positive outlook on their life is important, but that is only part of the picture. For people to be really having strong and optimal well-being, they have to be socially connected to each other. They have to feel that they're committed to their community. They have to feel that they have a future in that community. And that's where the science is. This project, which was funded by a prize from Bloomberg Philanthropies, really enabled the city to partner with some of the best and brightest across the world. Folks from Yale, the UK, and other institutions are really helping us make sure that this framework is grounded in science. So we set out to create the Well-Being Index, a tool to measure what matters most, which is how people are doing. We then decided upon measuring well-being in five areas. Health, the place where you live, community, learning, and economic opportunity. We then went and gathered information and data from across city departments. We fielded a robust resident survey. The RAND team has done some mining of social media to see what people are talking about on Twitter. But data by itself is not information. It has to be looked at, analyzed, and then packaged in ways that are consumable. And we took those pieces of information to identify how we were going to proceed with the project, what we were going to measure, and then how we were going to make sense of it. All of this coming together to give us a very multi-dimensional picture of how people are doing. Now we can create a baseline for specific issues and get an overview of well-being across the whole city. This gives us a great reference point to measure our progress as we move forward. Santa Monica is a real city dealing with real urban issues and challenges. We have hard evidence that too many of us struggle with stress, disconnection, social isolation. We have data that shows that the cost of living and economic inequality is too high. We know that young people are struggling and seniors in our community are flourishing. We know that our access and success when it comes to learning can be improved. We've met an important milestone, but we're not done yet. We have to continuously measure well-being, but also to figure out how to use that information on an ongoing basis to make local decisions. Now that we know more about how we're doing, we can act, and we all have a role to play. Residents can do something, but they can't do it alone. Organizations can do something, but they can't do it alone. Institutions, the school district, the college, city government can do something, but they can't do it alone. It's only together that we can create a community that truly thrives. はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。ですね、いろんなキーワードが出てたので、お気づきになった方もいるかもしれませんけども、ソーシャルアイソレーションというね、孤立みたいなコネクテッドとかですね、市民の声みたいなもので、それが幸せに関係するものが、嫌われているとかですね、あと大学とか研究機関、ランド研究所とかイェール大学とかハーバード大学とか出てましたけども、産官学民で、がみんなステークホルダーという形になっていて、このウェルビーイングの名のもとにみんなで、同じ方向を見ているっていうのが見て取れるかなと思います。なんて言うんでしょうね、その総合計画があったりとか、市民の声のアンケートがあったりとか、市民の声ボックスがあったりとかですね、いろんなものがもうあるんですけども、これ幸せっていうところに紐付けてるっていうところと、その主観的な行為をそれに入れてやっているっていうところですね。この辺がちょっと新しいかなと私は思ってまして、カリフォルニア私も住んでてましたけども、なるほどなと、この土地柄ならこういうのが出てくるのかなというふうに思ったりします。もし日本でもいい事例があればですね、今はこう、ワンのワンという形で、海外の事例から入ってますけども、自治体様からの、ご紹介とかご提案コーナーもこの後作っていきたいと思っているので、ぜひですね、こんなこと俺たちやってるぜっていうのがあれば、ぜひ教えていただきたいなというふうに思っています。で、最後ですね、バルセロナです。バルセロナっていうと皆さん、サグラダ・ファミリア、ガウディのですね、非常にユニークな形をした教会が頭に浮かんだりとかですね、サッカーだったり、パエリアだったりということで、観光地のイメージがね、非常に強い方も多いと思うんですけど、ここも非常にユニークなことをやってきてまして、光と影といいますかね、いいこともあれば悪いこともあるということで、ピカピカというよりは泥臭い感じのですね、経験の中でいろんなことをこう練り上げてきている街なんですね。今年の1月にも、バルセロナからまさに市役所の方とかですね、お呼びして、日経ホールでシンポジウムやりましたけども、その時に出てきたもの、もう一回リキャップって形になりますけど、ここも同じなんです。真ん中にこう人を置いていて、で、外に出ていくっていうアプローチを取っていくんですね。これちょっと 見にくいので、順を追って説明しますけども、もともと、どちらかというとですね、田舎の街っていうふうに彼らは自分たちで言ってましたけども、オリンピックを経て、だんだんこう世界から注目をされて、観光都市と、それから自動車産業が結構盛んなんですけども、栄えていって、で、いろんなことがあって、街の作り直しっていうことを彼らはやっていくんですね。で、その時に、生態学的アプローチって言いますけども、まずこの山があって、で、両側に川が流れていて、で、海があって、で、それをうまく囲むような形でリングロードってオリンピックの時作った高速道路というか主幹、道路があってですね、でこれをバウンダリーにしてその自然との関係を整備し、で中この格子状になってますけど、ここも人が住める街にしていくっていうようなことをやっていきます。で、特に、皆さんもよく知ってる方もいるかもしれませんけども、バルセロナっていうのはアメリカの後を追っかけてモータリゼーションに、ぐっと舵を切って工業化ですね、近代化を図ろうとした経緯があります。もともとはこれ日本でもね、下町でこういう図っていうのは昔昭和の時代がたくさんあったと思いますけども、それに自動車を入れた結果、こんな感じになって、で結果として空気が非常に汚くなってということで、人間が自動車に遠慮して生きているっていう、そういう街になってしまった。それから、大気の汚染とかですね、ノイズがひどくなって、それが原因で病む人が非常に多くなっていたという、歴史を持ってですね。で、これがバルセロナの街なんですけども、もともと車は縦横無尽にこう通ることができて、それが原因でその車が主、人間が縦みたいな街になったっていうのをスーパーブロックと言いますけど、この 3×3 の形にして、真ん中は車は減速して通らなきゃいけない、突き抜けることができないという形、ぐるっと迂回するような形にして、中にですね、人間が主体となって生きていけるようなコミュニティを作っていく、場所を作っていくということをやるんですね。プレイスメイキングなんて言葉がね、街づくりではありますけども、これもその一個だと思います。その結果、こういう、子どもたちが道で遊んだりとかですね、こういう道でカフェみたいな形で、こう、人生を楽しむようなですね、ものができてきて、人間主体の街が取り戻されていったっていう歴史を持っています。
で、ここでまた一つ映像を見ていただいて、その後もう少し解説をしたいと思いますけれども、じゃあ土屋さんお願いします。Away the space that's dedicated to cars, you aren't left with very much. There's some narrow walkways on the side and some bridges in between them, but not much else. Cars dominate cities. Spend some time walking around most cities and you'll find yourself pushed to narrow sidewalks, waiting for crosswalk lights. You'll find cyclists navigating really narrow strips of space. Americans are used to cars the way that fish are used to water. And that's so ubiquitous in the US that I think most people, it just never occurs to them that it could be otherwise. But what if there were a way to change that, to give space back to pedestrians and bicyclists, and to make cities more friendly to life outside of a car? It turns out Barcelona might have a solution. In 2014, the city was faced with serious air pollution problems. Barcelona and its 35 surrounding municipalities consistently failed to meet the EU's air quality targets. And studies were showing that air pollution in the region was causing 3,500 premature deaths every year. Traffic in the city also causes severe noise pollution. So the city developed an extensive urban mobility plan with the hope of reducing traffic by 21%. The coolest part of the plan were these things. They call them superillas. Superillas? Sí, superillas. That translates to superblocks. It's this urban design concept intended to minimize the presence of cars in city centers. The word superblock has been used before to describe huge city blocks without any passageways for cars, but that's not what's happening here. So here's how Barcelona's plan works. You take 9 square city blocks and you close off the inside to through traffic, so buses and big freight trucks, or any vehicles that are trying to get from one part of town to the next, have to drive around the perimeter. Inside the super block, the speed limit is kept to 10 kilometers per hour. That translates to just over 6 miles per hour. And curbside parking is replaced by underground parking. And that means you wind up with street space for markets and outdoor games and events. Within this 9 square block perimeter, you're going to have kind of a pleasant streetscape where people can walk around and mingle and do things without this kind of constant fear of cars around. The concept is going to be tested out in 5 neighborhoods, but the city has identified 120 possible intersections throughout the region where it could be implemented. So how do we know what the results of this kind of plan would look like? Well, northwest of Barcelona is a city called Vitoria-Gasteiz, which has implemented superblock designs since 2008. In the main superblock at the city center, pedestrian space increased from 45% of the total surface area to 74%. And with so much less traffic, noise levels dropped from 66.5 decibels to 61 decibels. Most impressive of all, there was a 42% reduction in nitrogen oxide emissions and a 38% reduction in particle pollution in the area. And on top of that, business is up. What you consistently see when people change their streetscapes to prioritize human beings over cars is you don't see any decline in economic activity. You see the opposite. You get more people walking and cycling around more slowly, stopping more often, patronizing businesses more, and that kind of sort of that social, that center of social activity will tend to build on itself. So here's the question. Could something like this work in an American city? Barcelona has some unique advantages getting started on this plan in that a lot of it was built before cars and a lot of it was built on a simple grid. The district of Eixample, which is where the superblock plan. はい、ここから先ちょっと本論から外れてってしまうビデオなので、止めましたけども、まあ、こういうですね、まあ、スーパーブロックっていうアプローチを取って、市民社会、市民コミ、なんていうかコミュニティっていうのかな、を取り戻していくっていうことをやります。で、もともとこういう網目状だったものがこういうふうに変わっていって、いくということで、でそこに、まあ、テクノロジー、まあバルセロナってセンサーで有名なんですね。いろんなセンサー、テクノロジーを乗っけていって、さらにいわゆるスマートシティという形の、モデルにこう昇華していくというようなことをやっていってるわけです。まあ、こういうね、シティ OS なんていうのも実はバルセロナがかなり前からやっていて、初日にご説明したですね、そのデータの、交換基盤の、まあ、ブローカレージって言ってましたけど、まあ、真ん中に集めるですね、中央に集積する形のモデルを取っている一つの事例ってなってますね。で、センサーのプラットフォームがあって、これセンチロって言いますけど、それをシティ OS に入れて、で、ここでデータを使える形に市が加工して、まあ、オープン化していくっ
で、インターオペラビリティはここで担保されているって、こんなモデルになってるわけですね。まあ、デジタルは後からこう出てきたような格好になっていて、で、ここでですね、ポイントになってくるのは、彼らが何を学んだかっていうことなんです。で、もともとその、まあ、あまり田舎の町で、ヨーロッパの中でも知られていなくてですね、しかも独裁政権のフランコ政権というのがあって、みんな言いたいことが言えなかったっていうところから始まっていって、で、バルセロナオリンピックでですね、注目を浴びて、いろんなスタジアムを作ったり、道路を作ったりっていうことで、市のこうインフラをこう整備していくわけですよね。で、同時に外資がどんどん入ってくるようになって、まあ、自動車産業とかですね、繊維産業とかもともとあったのかな、まあ、産業としてもこう育っていって、観光とそれから、まあ、いろんなですね、その産業と両方がまあ出てきてきたと。で、2008年のリーマンショックの時にガガンと落ち込んで、まあ、また失業が出てきたりとか、まあ、いろいろアップダウンを経験してるんですけども、彼らがその中で経験したのは、まあ、いろいろとこう目立つようになって、国際都市と言われるようになって、国際観光都市とも言われるようになって、外を見ると、家の外を見ると非常にこう、なんか整ってるように見えていると。で、ふと我が家の中を見ると、昔と変わってなくて全然ハッピーじゃないな、というふうなことに気づいたってわけです。で、今までは、街のインフラから入っていって、だん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 こう家の外、家の手前までですね、どんどんどんこう整備化して、整備してですね、近代化してですね、綺麗になったんだけど、でも自分の生活、自分にとっての幸せっていうのはそこにはないんじゃないかっていうことに気づいていって、方向を反転させるっていう経験をしてですね、Rights って書いてありますけど、まず自分の自身、自分の部屋の中、自分の家の中、ね、我々は今コロナになって家の中ずっとこもってますけど、家をね、ずいぶんとこう自分の家の中で過ごす時間増えてますけども、家が本当に自分にとってハッピーな状況になっているのかどうか、で、その後にネイバーフとかですね、まあ、近所ですよね、からシティと、それからメトロポリスという、まあ、なんとか県みたいなところですね、それからグローバス外側にという形で、そういう順番で、ね、え、街を整備していかないと実はウェルビーイングが高まらないんだっていうことに気づくわけです。なのでこの中から外に向けて、まあ、領域ごとにですね、まあ、こういろんなテーマを決めてプロジェクトを作っていって、この点々点々点々というかこう丸がそのプロジェクトを表しているんですけども、こういう形でですね、考え方をまあリデザインするというか入れ替えをやっていくわけですね。こうプロジェクトですね、これね、まあ、こういう形でこう中から外に向かってテーマを分けて、そこにプロジェクトを入れていくというようなことを彼らはやっていきます。で、結局そのスマートシティとか言うんだけども、やっぱり人間の感性との結びつきがとっても重要で、データを取っていくだけではダメで、データにその街とかそのコミュニティのコンテクストが乗っかるとインフォメーションになると。で、インフォメーションを今度は、まあ、分析するための方法論とか分析加えると、今度はナレッジになると。で、ナレッジに経験が結びつくと、ウィズダムになると。こういうのを彼らは唱えるわけです。これまさにバルセロナ市のですね、スライドそのものなんですね。どっかの学者が作ったというんじゃなくて、バルセロナの市役所が作ってるものなんですけども、こういうような経験からの、まあ、経験則を出してくるわけです。で、結局、まあ、この人がもう今辞めちゃって、他のところ行ってますけど、フランチェスカ・ブリアっていう CTO ですね。バルセロナ市の、まあ、CTO ですけども、結局そのスマートシティを作るっていうよりも、スマートシティを作るための方法がスマートシティなんだよっていうことを言います。で、アングロサクソン型なアプローチのアンチテーゼっていう形で、コミュニティの重要さっていうものを改めて再認識すると、いうことですね。スマート化とは人々の幸福と福祉のために限られた資源を効率的に使うことであると。テクノロジーの手段だということで、街を作っていくと。で、あと今日見ていただいた中で、特にスーパーブロックなんか見てると、全然テクノロジー関係ないじゃないかということにお気づきになると思います。で、これはレトロフィット型のスマートシティの作り方の一つのヒントになるんですけども、街のですね、骨格っていうのは変わらないんだけど、使い方を再定義することによって、ウェルビーイングが高まるっていうことの事例なんですね。で、ヨーロッパの人たちと話してると、教会が最近、まあ、人が来なくなったっていうんで、教会をどうするのか、まあ、リディファインする、あそこをまあ図書館にしてみたり、オープンイノベーションのですね、
ハブにしてみたりとかして、コワーキングスペースにしたり、まあ、形を変えていってるっていうこともありますけども、まあ、そういう形で今ある骨格を変えずに定義を変えるっていうことで、ウェルビーイングを高めていくなんていうことも彼らはやってきたりもしています。はい。で、一番最初にですね、ご覧になっていただいたこの図を思い出していただきたいんですけども、スマートシティって比較的この、デジタルのところに注目するところから話を始めましたけども、メルボルンがやってるようなこのリバビリティっていう考え方のアプローチがあったり、それから、サーキュラーとかですね、エコロジカルっていうね、その生態学的アプローチっていうのはまさに、バルセロナなんかもやってるんですけど、こういうところ、特に今カーボンフリーなんていうのは特に大きくなってきてますけども、こういうこう、この辺全部ひっくるめて大きくどうデザインするのかっていうところにスコープを広げたものを、まあ、スマートシティ化と呼んでいかないと、多分考え方としては狭いんじゃないかなというふうに私個人としては思ったりもしています。はい、ということでですね、今日のご説明というかはここまででございまして、これで、また少しですね、皆さんからいただいているコメントがあればそれを見ていきたいなと思いますけども、何かコメントとかあればですね、チャットボックスの方から書き込みをお願いできますか。こちらの方で拾い上げて、それを使って皆さんと少しお話をしたいと思います。どうでしょう、皆さん、なんか思うことがあれば。はい、バルセロナの事例についてのご質問ですね。はい、何でしょう。民間企業がデータを生かした事例と事業例を教えてくださいか。ですね、詳しくは今日とは別の回でバルセロナだけをやる日があるので、そこでいろいろと事例を出せるかなと思いますけども、ちょっと日本とも似てますね。オープンデータになっていて、でそれを使っていろんな公共事業がなす、公共じゃないや、民間事業がなされています。でどこまで民間オンリーなのかって僕もちょっと詳しいことは知らないんですけども、いろんなですね、エネルギーの、管理みたいなものがあれば、それから、電力会社なんかもそうですね、センサーを使ってどのくらいの電力を、街の街灯をつけるとか消すとかやったりもしてたりとかですね、それからスタートアップにものすごく力を入れていて、データを使ったスタートアップみたいなのもどんどん生まれてきてますね。で、なんて言うんでしょう、いわゆるアメリカのハーバード大学とかですね、スタンフォード大学と MIT とか、まあ、イギリスで言うとオックスフォード、ケンブリッジみたいな、すごくその強い大学があるところは、そこがハブになって、イノベーションとかスタートアップっていうのは育つんですけども、そうじゃない国、は、データをこう開示することによって、スタートアップを育つような、まあ、基盤をいっぱい作っていくっていうのを国策としてよくやるんですね。でエストニアなんかもいい事例なんですけど、それからこのスペインもまさにそういう事例のカテゴリーに入ってますね。データを使ったハブ、イノベーションディストリクトっていうのがまさにさっきご覧になっていただいたですね、スーパーブロックのところにありましてね、我々のパートナーも実はそこにいて、もしコロナの問題がなければ視察ツアーってそこに行くんですよ。でイノベーションの話とかも聞くんですけども、そんなようなこともですね、カバーできると本当はいいんですけどね。で、また来ましたね。各都市でスマートを、ちょっと切れちゃってますね。非常にありがとうございました。文化的、民族的背景、が多分にあると思うんですが、あとよく日本は必然性がないから抜本的に進んでこなかったと言われます。今、ウィズコロナの時代を迎え、必然性があるわけですが、どこからのムーブメントが最も日本で期待されるところだとお感じになられますかと。個人的には先日の Code for Eyes の活動、シビックテックは非常に可能性があると強く感じています。あ、これはですね、まあ、いろんな可能性あると思いますね。で、僕の見えているところから言うと、まずは、医療、遠隔医療。私、規制改革推進会議のメンバーもやってますけども、まあ、次元性ということで、初診も含めて遠隔医療が可能になったっていうのがあったりとかですね、あとは、まあ、東京都もかなり力を入れてやってられますけども、コンピューター、PC をですね、子どもに配布をして、遠隔教育をやるとかですね、
そういうこう、まずはその医療とそれから教育、その次に出てるのは、いろんなその支援制度の申請をするのに、紙とハンコと対面だっていうのがあって、これはいかがなものかっていうことでですね、そういうこう、電子申請もですね、これも、まあ、デジタルガバメントの文脈になってきますけども、いろんなものが実現してくると思いますね。で、それから、コンタクトトレーシングっていうことで、これはプライバシーか健康かっていう議論をする人もいますけども、公衆衛生の領域においてはデータを活用してもいいんではないかっていうコンセンサスが生まれやすい土壌になっていて、で韓国なんかそれでも非常にうまいこと、封じ込めに成功したっていうふうに言われてますけども、ああいったものなんかもですね、まあ、グローバルスタンダードという形で、特に感染症対策で国際協力の文脈で出てくる可能性はあるかなというふうに思いますね。いっぱいあると思いますね。デジタル化っていうのが加速する文脈にあるので、そういうところは期待値が高いんじゃないかと思います。それで、シビックテックの話もね、ご質問の中にありましたけども、そうなんです。そうすると、デジタルでいろんなことできるじゃないかということで、今までですね、東日本大震災の時に、始まった流れがですね、今花が開いていっているっていうこともあって、テクノロジーを使って若い人が参画してくるっていう土壌も随分増えてきてるのかなというふうに思います。で、そうなってくると、電子投票とかですね、それからインターネットを通じた政策形成とか、立法過程とかですね、まあ、いろんなものが出てくると思いますね。この前の Code for Eyes の時も、立法のプロセスを、プログラミングと対比することによって、もっといいものができるんじゃないか、カチコチにならないでですね、ちゃんと柔軟性があるものができるんじゃないかという議論がありましたけど、それもそうかなというふうに思いますね。だからまあ、今やらずにいつやるのっていう文脈に入っているのは一つじゃないかなと思います。はい、その次ですね。RMIT のモデルを日本語化されているということですが、と、日本に適用する際に日本ならではのカスタムの必要性。あ、これはですね、いくつかあって、例えばですね、待機児童とか自殺率とかですね、あんまりいい事例じゃないかもしれませんけど、本来 見るべき、みんながこう今生きていく中で、心配になっていることのデータのタイプが違ったりするんですね。で、例えば、オーストラリアなんかだと、コミュニティの重要な意思決定にどれだけ参加できたかっていう、意思決定の参画度合いみたいなものが非常に重要視されてるんです。まあまあ、その国の成り立ちからしてっていうことだと思うんですけども、それってあんまり日本ではないかもしれないなと。コミュニティの中に入っていって自分の居場所があるっていうところは、まあ重要なのかもしれませんけども、政治参加、自分の言ってることが政策にどれくらい生きたのかっていうことを強く求める割合が多いかっていうと、そうでもないかもしれない。その一歩手前ぐらいのところでいるんではないかなっていう気もしないでもないですね。なんかその辺なんかも一つの点ですね。で、あと中間共通かなと思えるのは、ですね、ファーストフードのレストランが多くすぎないことっていうのが実は RMIT の KP の中に入ってるんですよ。で、日本もそれはもしかしたらいけるかもしれないなっていう気がしていて、まあその自然環境の中で生きるっていうことが自然と身についている国とかコミュニティだと、あんまりそういうのがあるのは嬉しくないっていうのがコンセンサスとしてあり得るので、その資本の論理に従って、ファーストフードがいっぱい入ってきて子どもの健康に影響を及ぼすぐらいだったらない方がいいっていうコンセンサスが成り立つんですけど、日本の場合果たしてそこまでのものがあるかどうか、まあ、もしかしたら成り立つかもしれないなというふうに思ったりもしますね。それから日本の場合は長寿っていうことが非常にこう健康長寿っていうことがですね、一つこう KPI になりうる土壌を持っているので、例えば長野県とか、そうですね、健康長寿っていうことで有名だったりしますけども、そういうのはやっぱり KPI として拾っていって、一つのその町のブランドだとかプライドだとかっていうのに結びつけやすいんじゃないかなというふうに思うので、まあ、日本なりの、もしくはそのコミュニティなりの、その土地柄を反映するものになっていくということで、多分そのオーストラリアもそうなんですけど、世界共通、実は今日これワールドエコノミーフォーラムで議論やってたポイントなんですけども、スマートシティで世界共通となりうるコア KPI というのを多分作れるよねと。で、ただしローカルでしかないものっていうのもあるので、それはそれで分けて二重構造ですべきであろうと。中国のメンバーは一帯一路に合った KPI というのが必要なんだって言ってましたけど、まあ、そういうことですよね。政策とか環境とか文脈とか歴史とかによって、その固有のものも出てくると、こんなことかなというふうに思います。
はい。で、各都市でスマートをどのように定義していますか？あんまりですね、スマートっていう言葉に共通の定義はないんだと思います。ただ、一般的に言われているのは、テクノロジーを使って今までできなかったことをできるようにする賢さ。こんな感じなんだと思うんですね。で、スマートシティって言葉を使うと、どうしてもテクノロジーを使うことっていうふうになりがちなんでしょうけども、本当の意味ではスマートさっていうことは、まあ、賢さとかですね、まあ、頭の良さっていう意味なので、テクノロジーを使うことを直接的には意味しないんだと思うんですね。だから、その街、その都市が幸せになることに、どのくらい賢い策があるかという文脈で、まあ、もしかしたら環境も出てくるかもしれないし、それが機械ともね、スマートさの定義はあるのかなと思います。あんまり教科書的なものを求めずに、その都市その都市で独自のものを作っていて、それを世に出してみたときに、今の、相対比較の中で見えてくるっていうのは、まあ、そういうところに差し掛かってるんじゃないかなというふうに思います。で、もう一点、質問です。日本でもスマートシティを目指している街はたくさんありますが、ここが頭一つ抜き出ていると感じる街はありますか？いや、これね、皆さん、なんだろうな、いいところがあって、なんていうの、私も全部の街に行ったことがあるわけじゃないので、なんとも言えませんけれども、まず特徴があるなと、最初に私が個人的に思ったのは会津若松市ですよね。震災復興から始まってるっていうか、ストーリーがあるんですけども、8つの分野についてデジタルソリューションを作って、それが都市 OS という概念をいち早く、まあ、入れたっていう意味で言うと、会津若松は非常にこう特徴的だなと思いますし、それから、見守りですね、子育てってことで、加古川市か、加古川市もそういうアプローチでやっていて、映像を見ていただきましたけども、初日に、ああいうこう、もう実装まで行ったっていう意味で言うとそうだと思いますし、同じようにコンパクトシティの上に、ローラワンっていうですね、低電力のセンサーを入れたっていう、富山もですね、もともとコンパクトシティでいうと、すごく実績があって、世界的に有名なので、まあ、頭抜き出てるような気がしますね。で、皆さん本当に特徴があるので、横比べするもんじゃないと思うんですけども、まあ、日本でもだんだんとその、実装、実証、それから計画の段階では個性が出てきているので、まさにこれから、まあ、スーパーシティを迎えるにあたって、新しいアイデアが積み上がっていく。今、タイミングだかなというふうに思いますね。それから、バルセロナではオリンピックも都市の再構築の一員ということです。東京、そうなんです。これ、よく気づいてくださいました。ありがとうございます。東京オリンピック、本当にできればいいと思いますけども、できた後に、レガシーがいっぱい出てきますね。で、多分、その、いろんな、建造物の、オリンピックのため以外のものを使っていく。まあ、豊洲のね、選手村が、居住区域になっていくとかあると思いますけども、もっと変わった意味で、みんな考えるタイミングがきっと来るんだと思いますね。経済の、スピードもしかしたらちょっと落ちるかもしれませんし、まあ、いいタイミングで、こういうロンドンとかですね、バルセロナの経験なんていうのを学ぶいい機会かと思いまして、我々としてもそういう事例をですね、そのタイミングでお届けできればいいなというふうに実は考えていたりします。すみません、あと時間がないので1問だけいきます。タウンマネージャーという仕事が海外であると聞きました。官民学金などのプレイヤーの中でどこがリードする海外でいうタウンマネージャーの役なのでしょうか？これ国によって違うんです。市でやってるところもあれば、まさにその、まあ、日本でいうとこの産官学民で一緒に作っているなんとか市、スマートシティ、推進協議会みたいなね、そういうこう、ステークホルダーの集まりで、やってるところもあったりしますね。で、北欧は比較的みんなでやってるってイメージを私は持ってますけども、ロンドンとかですね、アメリカなんていうと、やっぱ市単位でやってるのかなという印象を持ってますね。はい。すみません、ちょっと時間的にそろそろ厳しくなってきたので、一旦ここで切らせていただいて、もしね、こういうリクエストがたくさんいただけるのであれば、次、第2回、3回というふうにシリーズをコード化していきたいなというふうに思います。はい、どうもありがとうございます。それじゃあ、土屋さんにここでバトンタッチをしたいと思います。よろしくお願いします。はい、お待たせしました。今日もご視聴ありがとうございました。
事務局の土屋と申します。最後になりますけども、今後のウェビナーの予定、もう昨日一昨日聞かれてる方は同じ話になってしまいますが、簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。で、このスマートシティ101シリーズですね、今日が3日目ということでございましたが、来週以降もですね、ここにお示しているように、今度は11日14日にですね、一般公開で、それぞれ、こういった内閣府の土屋様、それから第4次産業革命日本センターの平山様、ご参加いただきまして、これは公開のイベントになりますので、ぜひご参加いただければと思います。その後ですね、個別の国のデンマークとあるとか、フィンランド、エストニア、こういったバルセロナも含めてですね、ご紹介するような、イベントを予定しております。それからその下、都市のレジリエンスということで、スマートシティとこの都市のレジリエンスというのをどういうふうに考えていくのかということで、12日から新しい企画がスタートいたします。こちらは会員限定になっておりますので、会員のホームページでありますとか、会員のメール等でご案内させていただきます。それから、このコロナ対応シリーズですね、こちらの方も5月1日までやってますが、15日22日とまた面白いテーマで、やります。それから順次動画の配信もしていきますので、YouTube のスマートシティインスティテュートの動画サイトを見ていただきますと、オンデマンドでの配信ございますので、お楽しみいただければというふうに思います。その下に書いてますが、会員のホームページ、それから一般公開のものにつきましては PTX でも予約を受け付けておりますので、ぜひ皆様、次回以降、明日以降もですね、ご参加いただければというふうに思います。で、今日はこれで終了になりますけども、最後にですね、皆様ご退出されますとアンケートのご協力の依頼がメールで飛んでいきますので、ぜひアンケートにご協力をお願いしたいというふうに思っております。ゴールデンウィークの最中でございましたが、長時間にわたりましてご視聴いただきましてありがとうございました。それでは本日の会もこれで、終了させていただきます。ありがとうございました。南郷さん、ありがとうございました。